よほ皆さんこんにちは、ジジジチャンネルのみそ汁です。今日もご視聴ありがとうございます。さあ本日は、引く予定のなかったこちらの FF6 参戦ということで、冒険者ロック、そして、魔導戦士ティナを狙って引いていきたいと思います。まあラピスを使わずにチケットでガチャッと増していきたいと思います。というのも、先日昨日公開した動画で、私実は虹チケ互角のあの闇ダメの中からロック引いちゃったんですよ。ちょっとこれは追わざるを得ないということで、チケットでね引いていこうと思ってるわけです。で最近なんかふと思ったんですけど、チケットってかコラボキャラたちって最近なんかよくゴマ集めるとさ、願いが叶うチケットもらえるじゃないですか。なんか5枚で1体もらえるみたいな。だからラピスはそっちに取っておいて、チケットはこっちのシリーズキャラとかね、そんなに引くモチベが高くない時のシリーズキャラにぶち当てようみたいなねことにやっと気づいた。遅いけどなんで引いていきたいと思います。これらはプレミアムボックスの産物です。さあどんどん引いていきましょう。まず虹が出ることがね最低上限ですね。まあこれを引いている間にトランスティナさん、そしてロックさんの、性能紹介をざっくりしていきたいと思います。まずトランスティナさんはちょっと頭に入っている限りで申し訳ないんですけれども、トランスティナじゃねえや、まずですね、魔導戦士ティナさんは火と風と光と無属性のケイオスチェーンを覚えてます。まあ、かなり、光が使えるので、ソルさんかな、ソルも光使えたよね。ソルちょっと持ち合わせないんであれなんですけど、まあ、火とかもねトランスティナと相性いいし、はい、結構ねいろんなケイオスが火を覚えてるんで、まあ、相性がいいかなと思います。 もちろん魔導戦士ティナさんとも相性がいいですね。だ結構この子はチェイナーなんで、やっぱチェインを覚えてる子、ケイオスの子とね合わせるのが一番いいんじゃないかなと思います。あと最近流行りの威力アップ系で、トン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 トーンの2回ヒットっていうのかな、表現でこのゲーム内の表現で言うと2回ヒットの技を覚えてます。ほぼすべてのケイオスがそういう形なんで、ぜひね意識して戦うといいんじゃないかなといったところでございます。あとは、この FF6 が、結構瀕死必殺みたいな、 HP が減った時に強くなるっていう、まあ、ゲーム性だったらしくて、FF6 好きの番組ディレクター曰く、なんでそれが結構落とし込まれていて、このトランスティナがパッシブで、体力が 21% 以下の時に、リミットバーストの性能が変わるっていうものがあって、まあ、いろいろ効果はあるんですけど、まあ、そんな感じでねちょっと効果が変わるよっていうものを覚えてまして、それのおかげでリミボマックスにするとHP21% 以下の時にパッシブで、LB が300魔力アップバフ300バフになるんですわ。まあ強いっすね。ただなんかちょっと使ってみた感じ、明確にこうっていうコンボがあるわけではなく、そのいろんなことができていろんな派生でダメージが出せるんで、結構手に馴染むまでは時間かかるかなっていう印象ですね。中級者ぐらいの人が2おすすめ、 中上級者、はい、全然にじれないんだから大丈夫か。あとはこの子はですね HPMP 回復があって、で 21% 以下の HP にはなんないよって話なんですけど、スペシャルアビリティのラなんとかなんとかっていう技で、自分の HP を 81% 消費しみたいな技があって、それを使った後で HPMP 回復の技、別のアクティブアビリティを使うことで、減って回復して、かつパッシブで、2ターン効果が変わるよっていうパッシブを発動するので、
要は減らして増やすってことを一旦でやれば問題ないです。他のキャラで回復してもいいですしね。さあ虹が全然出ないですよ。私どういうことだ、これはどうなってるんだ。おいヒノピー、カジー、こんなことは許されないのではないのか。なんか久々にこういうさ、ちゃんと動画を撮ってて、こうやってリアクションしてると、なんか YouTuber っぽいことしてるなっていう気持ちになりまして。最近ちょっと、今、皆さんの中では今3日とか4日の感じかもしれないけど、私もう全然1日だからね。まあでも日付もあって今2日か。全然お正月だよね。嵐に仕上がれさっきまで見てたもんね。お正月番組。三河湾が出ててさ、私蒲郡出身だから、愛知の蒲郡ってところ出身で、そこが面してる海が三河湾って言うんだけど、嵐の大野くんと TOKIO のね、松岡くんがね、三河湾を船で渡ってたんですよ。とすごくね、あのど田舎を。やばない、やばいら、やべえら、どやべえら、会いたかったわー。そして、魔導戦士ディナはそんな感じ。ざっくり言うとケイオスだよ、下げてケイオスチェーンしようねみたいな感じです。ロックはね簡単です。フィーナリドみたいな、リドみたいな、デバッファー。ただ、フィド、フィーナリドと違って味方全体付与みたいなの持ってないんで、そこがちょっとまだ積み分けかな。ただその代わり水の 120% デバフを常時覚えるデバッファーなんで、周りに水がいたりとかしたらかなり有用なんじゃないかなって思います。え、全然出ない、何これ、呪われてんの私。え、虹全然出ないんだけど、呪われてんの。え、怖い怖い怖い、嘘でしょ、嘘嘘嘘嘘。え、虹互角からあの闇ダメの中からロック引いたのに、私このピックアップの中から虹を引くことができないの。そんなことある、うわー。いやー、この音楽もね懐かしいですね。当時プレイしたのをすごく思い出します。まあ、してないんですけど。もう話すことないよ。プレイしてないですけど。で、あのロックもね、HP が減るとこう瀕死バフみたいなのがかかって、まあ自分で減らす技を持っていて、でそれで減らすと、リミットバーストの効果が変わって、リミットバーストレベルをマックスにすると 74% デバフなんですけど、それが 84% になるんですわ。強いっすね。そうそう死ななくなりますよマジで。え、待って、48連虹だし、私今年から原監督戻ってくるんでね、また野球見たいなって思いますよ。グータッチの顔芸がまた見れると思うと心が安らぐ。なんか原監督がなんでグータッチを好んで使ってるかっていう話なんですけど、さっきね嵐に仕上がれて言ってたんだけど、なんかハイタッチは軽いらしいですよ原さん的には。グータッチはちゃんとこう相手の目を見てこうやってタッチできるからグータッチを好んで使ってるんだって。来年ぐらいに同じ話聞いたら違うこと言ってそうだけど。今現状はそうやってた嵐に仕上がれて。さあ、え、やばくない、ちょ待って、虹なしなんじゃが。え、怖い怖い怖い、嘘嘘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 嘘だよ、そんなの許されない。え、マスオさんになっちゃう。え、私絶対ラピス使いたくない、絶対使わないよ今、言い聞かせてるからやめて、絶対に使わない、言い聞かせてるから今絶対に使わないよ私、言い聞かせ必死、プル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 、だってユニットは揃ってるんだもん、使わないよ、だいたいレジーナで勝てるし。
プル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 。やめて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 。それで動画ちょっとどこから止まってたかあるんだけど、めっちゃ虹出てないんだけど、やばい、やばくない？怖い怖い怖い、超怖いんじゃが。はえ、はひーって感じ、はひー、え、ラスト、48で虹なし？やばい。さあやめよう、やめ時ですねこれは。はい、ということで今日はチケット48枚ぶっぱしてきたんですけど、全然出なかった。なんだこれ、悲しい。ちょっとこのね、このピックアップの方はね、ステップ10まである恐ろしいステップアップ紹介なんだけど、みんながこれを弾いてどうだったかとか、スパッドラ取った方がいいよとか、なんかそういうのがあればちょっと参考にして追うかもしれないんで、ぜひ皆さん、動画の感想、そしてこのステップアップ召喚弾いてみた方は、弾いてみた感想とか、スパトラ強いから取った方がいいよとか、アドバイスとかあればぜひコメントで残してくれたら、それを参考にもしかしたら追うかもしれないけど、追わないかもしれない、リュック来るかもしれないし、今月もあって、苦しい、お腹痛い、はい。ということで今日もご視聴ありがとうございました。面白かったよって方は高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。バーン。では頭おかしくなってきちゃった。また見てくださいね。じゃあねー。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれましたか？え？まだですか？じゃあ登録ボタンをポチッと押してくださいね。あと私たちのツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。味噌汁でした。